どうも、オッキーです。さあ、今月もやってまいりました旬の味を食らう会、2018年7月の会でございます。今月はですね、去年行けなかったテーマ、今回リベンジできました。うなぎでございます。去年あったんですよ、うなぎで、僕ね、行けなかったんですよね。楽しみです。旬の味はね、毎回5000円なんですけど、1人今回はね、6000円ということで1000円上がってますね。うなぎだからなのか、もちろん飲み放題もついております。どうしたらいいんだよ。そしたら、カス7月末の、旬の味を食らう会を開催いたします。7月になると、うなぎを食いたいよなというのがありまして、でなおかつそのうなぎもですね、実はこだわりのうなぎ日でありまして、無頭薬うなぎなんです。鹿児島はですね、飛行場から30分ぐらいで行ける妙高温泉っていうところがありまして、そこの温泉に使った実はうなぎなんです。はい、薬を一切使ってない、非常に日本で多分ここだけだと思います。はい、いい日、今年の猛暑に立ち向かうためのエネルギーを得るための旬の味を食らう会に対する乾杯をさせていただきたいと思いますので、いいですね、大きな声でご唱和お願いします。乾杯、乾杯。そうです、そうです。じゃあ乾杯。今日はなんかね、一体感ありますよ。いつもあんまこんな感じじゃなかったと思う。うなぎだから、1品目やってきましたよ。1品目、2品目、3品目かな。うなぎの肝のきらぎ、これかな。ミニトマトの酢の物がこちら。エビ、エビ、エビですね。キリンってやばい、ダンカーが出てる。鮭の白子、カラスミ油。カラスミのなんかこの塩の感じとね、白子が濃厚ですね、これ。朝ごはん、マッテラマッテ。うん、ちょっとエビが甘いですね。うん、うなぎの肝の佃煮ですよ。あ、コクがありますね、これ。ミニトマトの酢の物もね、まあ、夏にぴったしかなって感じですね。うん、なんか純菜っていう、まあ、ネバネバしてますね。すかさず次もやってましたね。マグロとカツオのたたきだそうです。これはなんか贅沢だな。カツオのたたきを。あ、おいしい。うん、マグロのたたきもいいですね。あ、うまい。この野菜うまいな。これみょうがと大葉、ネギと、美味しい。これ醤油つけました。でもわら焼き屋のカツが一番美味しい。贅沢たたきですね。あ、これですよ。はい、旬の味を食らう会は、お魚が本当に新鮮、臭みがないし、美味しい、野菜も全部美味しい。2杯目ハイボールでいただきます。抜くんじゃない。うまいな。ちょっと生姜で煮られててね、おいしい。食べていいんですか。うん、お弁当。うん、うまいですね。うん、うなぎの骨、うまっ。うなぎの骨うまいな。うなぎせんべい、カルシウムの塊じゃないですか。うん、うまい。うなぎの二種焼きです。うなぎの二種焼き、うなぎです。これはどうなんでしょうか。うん、ふっくらしてて身が詰まっててすごいな。うん、
泡も美味しい、コラーゲンたっぷりみたいな。いや、このうなぎうまいな。こんなにふっくらしてて皮がうまいっすね。うん、うまっ。わさびをつけまして、うん、わさび合う。こちらタイですね。うん、バジルソースがかかっててね、美味しいわ。うなぎの煮焼きのもう一種類がこちら、ちょっとタレでかば焼きみたいな感じですね。でこっちは里芋でございますね。この黒いのは味噌ですかね。香ばしい香りでね。うまっ、うまいですね。うん、これ食べて、やっぱあの質のいいうなぎって皮もうまいですよね。身もなんかすごい詰まってるしね、めっちゃうまいこれ。うまっ、うん、なくなるのがもったいない。この黒いの味噌ですね。味噌もなんかちょっとコクがあってね、こういう味で今日しか食べれないっていう、なんかもう次がないんですよね。同じのがないっていう。まあとりあえずは続いてはうなぎの酒蒸し。あー美味しそうだなー。うん、こっちの方がふっくらしてる感じで、うなぎは全部一緒なんで。忙しいですね。うん、うん、うまっ、うん、それもうまいんすよ。ニンニクですね、初めてかな。うまっ、うまいっすよ、うん、ニンニクうまっ、うん、そしたらメインディッシュ、うな丼がやってきました。炊き込みなんで、まずはね、うなぎのタレが染みてるこの上の部分のご飯をおかずといただきます。ご飯美味しいですか。これうまい、うまい。この時代に生まれてよかったです。あ、うまデザート。うん、それじゃあまだ1個残ってる。デザートは変わりぜんざいでございます。今日は最後まで和でございますね。うん、うん、おいしい。普段全体を食べないから、そう、落ち着きますね、これ。うちの社員の次プレゼントなんですよ。へぇ、初めては一番ですよ。うん、いいですよね。うまかった。